皆さんこんにちは、レジスタンスの水島のみっちゃんねるです。ようこそ。というわけで今日はルームツアーをしたいと思います。以前にも紹介したことがあったんですけど、まあ、結構家具とかね、小物が増えていい感じに部屋っぽくなったんで、改めて紹介させていただきたいなと思います。一人暮らししてらっしゃる方とか、ちょっとでも参考になれば嬉しいなと思います。あるある YouTuber がリアルにはどんな感じの部屋に住んでるのか楽しみにしててください。それじゃあ早速いきましょう。はい、まずは玄関ですね。こちらがエントランスとなっております。ちょっと靴が散乱してるんですけど、この玄関を左手に向くと小物をいっぱい置いたりとか、まあ出発する時にね必要なものが置いてあったりします。帰ってきた時にねポケットに物を入れたまんま服脱いじゃったりするんで、ここに全部もうぶち込めるように置いてます。小銭とか鍵とかもなんかいろんなものとにかく全部ここに置いていってますね。これ結構可愛いですよね。これどこで買ったか覚えてないんですけど、ここにリングをねぴょぴょんってこう置けるやつです。この辺にまあ香水とかミンティアとか、なんかこれ頭痛薬かな、なんか置いてあったりします。リンクオリジナルメーカーズってやつなんですけど、これの996っていうね香りがめちゃくちゃ好きで、このフレグランスはいっぱい種類持ってます。この香りに包まれた身体、バニラっぽい甘い感じなんですけど、まあなんか甘ったるすぎず、これちょっと重めの香りも入ってて、なおかつなんかフレッシュさもあるみたいな、すごくいい香りです。でこれはまあなんか花が飾ってあったりとかで、白のもう白もあるんですけど、これはちょっと空になってるんですよね。なんかでも映えるんで一応置いてます。でこちらに行くとキッチンですね。で料理はほとんどしないんで、調理場としての機能はほとんどないです。だいたいこういうなんかフルーツ類を買ってきて、もうリンゴやったら丸かじりしてバナナ食べたりキウイ食べたりとかしてますね。ハンドソープはもちろんリゾンです。でだいたい朝はコーヒーを飲むんで、ケトル、これバルミューダのザ・ポットです。これ社会人1年目の時に買ったんですけど、だから7年前かなに買ったんですけど、まあ未だに愛用してますね。このコーヒーポットみたいな愛くるしい形と電気ケトルを融合させるって、もうちょっとまさに革命でしたね当時。これねおしゃれなのが、これスイッチ入れるとここのねハンドルの下の部分にライトつくんですよ。素晴らしい。でまあこの辺にだね、ボウリングとか、まあ、この辺に、まあ、いろんな掃除用具とかがストックされてたりします。で、なんかこのここにコーヒーの、ね、ドリッパーですね、が置いてあって、ここにタオルが入ってます。で、この後ろがお風呂場になってるんで、ここからタオル取っていくっていう感じですね。このコーヒードリッパーも1年目の時に買って、多分キントかな、ちょっと欠けちゃってるんですけど、この上のやつが陶器になってるんでのやつですね。結構高濃度いっぱいいい値段するんですけど、まあコーヒーには、ね、相当こだわりがあって、いつも動画でね苦ーとか言ってやってるんですけど、実はめちゃくちゃコーヒー通です。でこれミルなんですけど、これめちゃくちゃおすすめです。タイムモア、韓国か中国のメーカーさんなんですけど、コーヒーミル、もうとにかくこれは優れもので、でこれも社会人の時に買ったんですけど、当時キャンプを結構してたんですよ。車もあったんで、でキャンプに持っていける小型のやつで、なおかつ家でも使えるみたいなを探しててタイムモアにたどり着きました。聞き心地もすっごい滑らかで、なおかつ細かくね粗さを調整できるんで、まあ、そこも優れてるかなというところです。これなしではコーヒー作れないです僕は、いうような感じですね。なんか赤色になってるのがアクセント効いてていいですよね。飲み干された酒瓶の本当にぐちゃぐちゃぐちゃっと置かれてます。で、あ、これゴミ箱なんですけど、部屋にゴミ箱置いてないんですよ。でもゴミ箱置いてたら絶対ゴミ溜まっちゃうんで、もうここにでっかいコンポストを用意して、でもう部屋から逐一ゴミが出たら持っていくっていう風にしてます。で、続いてバスルームでございます。こんな感じ、ユニットバスになってるんですけど、この壁がねむちゃくちゃいい感じですよね。ユニットバスちょっと微妙かなと思ったんですけども、この壁のおかげでここに入居することを決めました。で、ここの辺はもうイソップで大体揃えられてるのと、あとは、まあ、最近なんかハマってるんじゃないですけど、ラビネスってブランドなんですけど、のヘアケア製品をよく使ってますね。オイルはまあセット用とかに使ってて、こっちはまあヘアパックみたいな感じで使ってます。でもイソップ製品はちょっとまたなんかもし機会があったら、一個一個紹介してってもいいんかなって思いますね。イソップも大学時代から愛用してるんで、もうかれこれ8年とか9年とかになるんですかね。もうヘビーイソップユーザーですね。シャンプーリンスもイソップで。これはもらいもんなんですけど、揃えてます。はい。で、あとね、フロス。これはマジで、全人類やった方が
いいと思うぐらいいいフロスです。ちょっと太めなんですけど、ブラッシングだけやとやっぱどうしてもね、歯のこう汚れが取りきれないんで、もうマジで全人類フロスしてほしい。そしてこのフロアフロスでフロスした方がいいと思います。ちなみに僕はボディソープは固形石鹸派ですね。あと結構どうでもいいんですけど、この電球を変えてて、これ多分 IKEA のやつかな。もともとやっぱ白が多いじゃないですか、お風呂場って。なんかね、白のねお風呂場結構めいるんですよね。なんでまあ、ちょっとこうオレンジにして、リビングもそうなんですけど全部電球をオレンジにしてて、ちょっとこう落ち着きやすいようなリラックスできる空間にしてます。じゃあ次はリビングに行きましょう。はい、こちらがリビングでございます。こんな感じでね、わーっとなってるんですけど、まあ物少ないんですよね、やっぱり一人暮らしなんで。まあ一応家具揃えるにあたって、まあ、決めてることとしては、白が基調になってる部屋なんで白色の家具で、色はやっぱ少なめがいいなってことで、白とプラス2色ぐらいで収めるようにしてます。で、こっちの壁だけちょっとグレーにかかってるんですけど、色使っても小物ワンポイントかなと。と言いつつも、いきなりこの真っ黄色の電気スタンドが見えると思うんですけど、これは社会人1年目の時の初給料で買ったマーガレット・ハウェルさんが別注で出してるアングルポイズです。もうこの電気スタンド大学の時からめちゃくちゃ欲しくて、しかもすごいいい値段するんですよこれ。なんで全然買えへんかったんですけど、学生、まあ、社会人になってようやく買えるぞってことで、多分一番最初に買ったんちゃうかな、社会人になって。なんかこれアングルポイズだからすごい思い入れがあります。でも何回もね、引っ越し何回もしてるんで、もう傷だらけになっちゃったりとか、色もね、もともともうちょっと黄色明るかったような気するんですけど、若干焦っちゃってます。デスクはこれは韓国のメーカーお母さんのやつだったかな、楽天で買ったんですけど、これも結構気に入ってますね。この側面がね、火が出てきてる感じで、本当は真っ白のね円形テーブルで、なんかこう下がだいぶこうなんかおしゃれなこう近未来的な形になってるやつにしようとしてたんですけど、なんかちょっとちげえなって思って、この下もアルミのものにしました。でここにちょっと飲みかけのコーヒー置いてあるんですけど、あとまあ大体テーブルの上には香り物が何かあしら置いてありますね。これは、玄関に置いてた、996と同じものです。これキャンドルなんですけど、これは DS&DARGA っていうメーカーブランドのやつで、あの DS さんと DARGA さんってこう夫婦で確かやってるんやとか、ニューヨークのアトリエでやってますみたいな、ブレックファストライプツィヒみたいな、ちょっとね、結構アーモンドとかバター系のミルキーな香りの中に、まあ、タバコとかコーヒーの渋めの香りが入ってるっていう、一番好きです、こういう香りが。はい。で、大体この椅子に座って、ここでパソコン作業をしたりしてますね。で、この椅子もかなりこだわりがあって、マルトスタムのアンティレバーチェアってやつなんですけど、もう、これがですね、この形が、わかります？この後ろがないんですよね。で、ここの、こっからこう一本ぐるーっと回って繋がってるっていう。なんでこれ座った時にね、こうちょっとしなるんで体を柔らかく支えてくれるっていう。で、このカンティレバーチェアはもうこの机買った時にも絶対これにしようと思って、探しに探して、大塚家具の展示品とかのアウトレットで安くですね2脚手に入れました。すげえお気に入りです。で、こっちにはギターが置いてあるんですけど、このね、あの壁に直接つけれる。で、しかもあの跡が目立たない細い釘のやつで取り付けてるんですけど、こんな感じで耐えかけてますね。ここがね、ヘッドホンかけるにめっちゃちょうどいいんですわ。こんなに最適なヘッドホンかけあるって、かわいそうですけどね、ギターが。はい、これ写真なんですけど、森山大道さんっていうフォトグラファーの方で、今日めちゃくちゃ好きで、まあモノクロでスナップ撮ったりとかよくしてらっしゃるんですけど、これは網タイツですね。一見すると分かんないじゃないですか、網タイツって。分かんないのに、その中にちょっとこうエロティックな雰囲気がある、なんかそのギャップがすごいいいなと思って買いました。で、これ中のやつは結構ね、あのポスターみたいになってて、3000円ぐらいでナディフっていうサイトで買ったんですけど、それにまあ1000円ぐらいのね、アマゾンの額縁つけて置いたら結構いい感じになりましたね。本当は壁とかにね、こうかけたいんですけど、ちょっとまだ用意できてないんで、ここに置いてあります。で、その横には、スピーカーですね。トランスペアレントっていうところのス
スピーカーなんですけど、ガラスの箱に直接スピーカーがついてるっていう、でここのもうむき出しになってるっていう、このデザインがもうたまらんってなって買いました。しかもね、音も結構ちゃんとしてるんですよ。だいたい帰ってきたらこれで音楽流して Bluetooth でつなげるんでやってます。はい、これカメラがちょっとなんか適当に置かれてますね。でその横にはソファーがこれまた置いてあります。これはもう完全にくつろぐ用ですね。これはこの部屋入居した時にだいぶ早めの段階で買った家具ですね。仮木の軽チェアってやつなんですけど、もうこの実はこの色もう廃盤になってて、当時だから1年半前かな、廃盤になってて、このアイボリーがなかったんで中古で探しに探してようやく見つけたものです。でこれ実はこっちにあるオットマンとセットになってるんですけど、もうちょっとオットマンあんま使わないんで、あそこでスピーカー置きになってます。もうこれ本当に座り心地が良くて、でここのもう木の肘掛けもすごい気持ちいいし、で座るとこはまあフェイクレザーになってるんですけど、本当にねたまらないです。だいたい家にいるときはここに座ってくつろぎながら音楽聴いたり映画見たり本読んだりとかしてますね。でその横にはIKEAランプが置いてあります、ね、ここはブラスになってて、このねシェードがめっちゃ可愛いですよね。なんか洋画に出てくるモーテルとかに置いてありそうなランプ、なんかイメージして買いました。結構そのモダンとかレトロとかってなんかどっちかに寄りすぎることなくバランスよくこう配置することを心がけてます。カーテンも全部取り外して IKEA のこういうブラインドみたいな、紙のブラインドなのかな、このちょっと布製の柔らかいやつにしてるんですけど、これはまあ防寒対策にもなってて、この部屋冬めっちゃ冷えやすいんですけど、この間に空気が溜まってちょっとだけ寒さが軽減できるっていう風な仕様になってるらしいです。はい、あんまわかんないですけど、そしてこちらに大きな姿見がございます。これ結構でかいんですよ。横が100あって縦180で、僕身長183なんで大きい鏡欲しいなと思って買いました。これは楽天で買ったのかな。こういう大きい鏡があるとね、ちょっとなんかこう部屋が広く見えるっていうのもあるんですけど、服とか合わせるときにすごいテンション上がるんでおすすめですね。このフィルムみたいになってるんですよ、この鏡が。大きいんで倒れても割れないようになってるんですけど、それ一回倒してここにむっちゃ穴開いたんで、ちょっと不格好なんですシュプリームで埋めてます。ここでねこんな感じでこう上着とか羽織ってね服合わせたりしてます。でこの鏡の横にはヨガマットです。ルルレモンのヨガマットなんですけど、これなんていうんですか、この分かります、このデコボコしてるんですか、これ模様じゃないんですけど立体的な模様が入ってて、それによってこう自分の場所が分かるみたいなやつらしいんですけど、もうとにかくあのデザインがすごい良かったので買いましたね。でこれ大体ここにバーッと引いて夜ヨガしたり朝起きてまあちょっとトレーニングしたりとかに使ってます。そしてその横には本棚ですね。これもかなり初期に買ったもので、前住んでたレジハウスにいっぱい本があって、それ最初入れるとこなくて山積みにしてたんですけど、地べたにさすがにまずいなっていうことで本棚を買いました。ぶわーっと本が入っております。でここにまたキャンドルをしまってますね。小物がいっぱいぶわーっと入ったりとか、結構本って落ち着く時じゃないと読めないんで、家に帰ってきたら、まあ、大体本読んでるか映画見てるか感じです。で本棚の上にはこういっぱいまた香り物とかね多いんですけど置いてます。汚い、おこうたてですね。グッドデイズっていう神戸のシルバーアクセサリーのショップで買ったやつなんですけど、真鍮の結構重いんですよ、重量あってのおこうたて、穴にぶっ刺しておこうたてるっていう。でこの下の受け皿はアクメファーニチャーで買ったやつです。このグッドデイズさん本当にいいんで、関西住んでらっしゃる方はよかったら行ってみてください。ちなみにねこれ初めて買ったシルバーアクセサリーなんですけど、これもグッドデイズで買いました。めちゃくちゃおすすめで、この時計はトゥエンコっていうメーカーさんのやつなんですけど、このトゥエンコさんがこのパラパラ時計一枚一枚こうめくれていく時計を作ってるんですけど、その時計がどうしても欲しくて、あ今変わりましたね、このどうしても欲しくて、それ社会人1年目の時にまた買ったやつですね。白いやつにしようか迷ってたんですけど、オレンジがねたまらんと思って、このちょっとレトロチックな雰囲気がたまんないなと思ってこれ買いました。ファッチャー特に見はないんですけど、なんかクソ酔っ払った時に雨の中びちゃびちゃで帰ってきたんですけど、なんかその時に持ってたやつです。もう記憶がないんで飲みすぎなよっていう戒めで置いてます。でここにまあよく使う香水が
並べてあって、香水結構紹介してくださいって言われること多かったんで、また別の機会に紹介しようかなと思います。でこれはビュリーのボディオイルですね。チベローズっていうメキシコってやつを使ってます。これもまたリンクのルームスプレーで、これがお香ですね。ダンボっていうものかなっていうところの香を使ってます。ポロともう一個のデフってやつなんですけど、すごいいい匂い。もうデフがとにかく好きですね。これもグッドデイズで買いました。でこちらはまあアポテーケフレグランス、有名なやつですね、のお香になってます。まあ、気分によってこう香りを変えて、今日はこれの気分やなとかっていう風にやってます。はい、これはザラホームで買った写真立てなんですけど、写真全然飾れてなくて、もうなんかここにずっと佇んでますね。かれこれ3ヶ月ぐらいになるな。早く写真立てないといけないですね。でこれIKEA のよく見るやつです。撮影機材とか、普段使い用の機材とか、ここの裏にも PC あるし、でこれこれ水飲むやつなんですけど、ブリタの浄水ボトルみたいなやつを入れて、これでめっちゃ水飲みます、ね。でここにカメラ用品とかドライヤーとか入れたり、ちょっとあんま見えたくないものとか置いたりしてます。でこれはしごはロフトに上がる用のはしご、ここからこっちのアームにかけ直して、でここもリセッシュをやる、でリセッシュもいますという感じでね。はい、で夜寝るときは上に行くんで、下にはベッドを敷かなくてもいいっていうことで、こんだけ広々スペースを使えるわけですね。なんロフトは結構おすすめですね。夏むっちゃ暑いですけど。でこちらに上着類がかかってます。これもかなり探しましたね。このブラスっぽい素材になってるんですけど、これ真鍮でできてるんですけど、真鍮が結構好きで、いろいろ真鍮の製品あったんですけど、なんかこう金属やのに若干温かみがあるみたいなのがお気に入りなんで、できるだけちょっと真鍮は多く使おうと思って、ハンガラックも真鍮にしました。ここからだいたい上着とかね、シャツとか選んで、だいぶ一軍と呼ばれるやつですね。よく着る服がかかってますというような感じでございます。そしてこちらに一応クローゼットがあるんですけど、クローゼットの中はこんな感じですね。特に言うことないです。もうここにサングラスとかの小物焙煎類をぐちゃぐちゃっとしまって、で下にパンツ類をバーっと入れて、ここはもうなんか服ダメみたいになってますね。で一応言うとしたら、これよく見るやつですね。レジハウスでもシャレ収納みたいな感じで、ボックスに書類とかちっちゃいパーツとかをいっぱい入れてます。ちょっとそろそろね、服が増えてきたんで、それらを収納するようにまた買い足したいなと思ってるんですけど、結構いかんせんこの狭いんですよ、この入り口が。だからこれをこう横にもう一個置くのはきついなと思って、結構考えものですよね。収納って一番悩むとこやと思うんですけど、それで今めっちゃ困ってます。なんかおすすめの方法あれば教えてください。はい、ありがとうございました。というような感じでルームツアーは以上でございます。かなりこだわり持って家具選んでるんで、楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。一人暮らしの方やったらね、もしかしたら参考になるかもしれないですね。で、できるだけやっぱこだわりを持って選んだものしか置かないようにしてるんで、なんか散らかってもおしゃれに見えたら嬉しいじゃないですか。家帰ってきた時にぐちゃぐちゃで、うわ汚ねってなったらテンション下がるんですけど、なんかこんだけこだわり持って物を選んでると多少散らかっても買えるというか、なんかね、それさえもなんか絵になるような部屋を目指して作ってます。また物とか増えると思うんで、その時はまたご紹介します。もし他に何か紹介してほしいなっていうものありましたら、コメント欄の方でコメントしていただけたら、やりたいなと思いますんで、よろしくお願いします。チャンネル登録と高評価もお願いします。それじゃあ皆さん、バイバーイ。